い、ですね、本日は横浜横須賀道路をね、六ツ川から終点のなんだっけな、終点のどこだったっけな、ちょっと駐車券をお入れください。前にも現在神奈川県の、イオン栗浜店の3階の駐車場にいます。これからね、下っていきます。混んでるね、それなりね。いやそうなんですね。まあ買い物だけでもね、やっぱり全然ちゃいますもんね。料金所まであと1キロ。駐車場は混んでるかな。お、桜が咲いてる。あ、今桜が見えた。さあ、橋を渡って城ヶ島。あ、まだか。まだでしたね。この橋じゃないや。これじゃない。これじゃない。料金所ですね。はい、料金所、城ヶ島大橋料金所に着きました。これね、往復分の料金を払います。100円と50円だっけ、10円か。これちょっと50円です。はい、100円でお願いします。はい、じゃあ50円お返しです。はい、ありがとうございます。はい、はい、今料金所ね、通過しまして、城ヶ島大橋に入りました。何やら混んでる。違うか、工事か。片側一通相互になっちゃってる。
工事してるんですね。駐車場があるんですけど、今日は下の駐車場に止めます。ボタンを押して駐車券をお取りください。場内の案内表示に従って。おお、やっぱ広いですね。さっき下ってきたスロープが、さっき下ってきた道が見えますね。逆光だからちょっと見づらい。大きく左方向でその先カーブです。ではね、とりあえずここで車を止めて、よいしょ、駐車場に着きました。ではちょっとカメラを。はい、皆様こんにちは、ふみふみです。ただいまですね、城ヶ島の駐車場にいます。まずこちらがね、城ヶ崎大橋の通行券、これがね駐車場の券ですね。ではね、今から島を出たいと思います。いや今日はね、あったかかった、あったかなかったっていうか、今もあったかいですけど。さて、じゃあ今からね、島を出て、駐車券を入れてください。その上に料金が表示されます。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で精算してください。領収証のご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。
GT だからね。